タイムラグが随分あるからね、なんだよね。そうですね。スタートしてるんだよね。はい。あ、じゃあ、今あれなの。警戒中。うん、警戒中のやつが来てるから。もうそっち行っちゃってると思うので、うん、はい。はい、切り替わってますね。じゃあ、行こうか。ちょっと外に。あ、ちょっと、マイクにもう一回、これから出発します。出発します。もういいのかな。じゃあちょっとメディアハウスを出発して外に取材に行こうと思います。これが、村民の、ちょっとあのかなり音がちっちゃいので大きめにこう喋ってると、はい、はい、じゃあ、はい、すいません、はい、すぐ外に映ってたのがあの村民の皆さんのスナップショットなんですけど、うん、紹介がそれぞれ載っててなかなか全員同時に会えることもないと思うんで、うん、これはですねメディアハウスの、ハマートさんが取材されて、はい、中にもいっぱい貼ってありますけど私も1枚取られましたが、あ、はい、じゃあ、これ、はい、今 B ゾーンの、メディアハウスの入り口なんですけど外から見ると、はい、こんな感じの、はい、すごいな。これできたの割と遅くて最初はあの本当テーブル、ブースのテーブルだけあのいきなりあるっていう状態だったんですけど、まあ1ヶ月2ヶ月ぐらいしてやっとこの建物ができて、メディアハウスって書いてあるんですね。でこれがもうちょっと引いてと大きな倉庫みたいな中に立っているっていうのが分かりますね。はい、こういう感じです。これ、メディアハウスの隣、これはあの映像を紹介しているブースなんですけど、うん、まあ、ジャック&ベティさんとか、うん、今までのバンクアート関連の作品ですとか、うん、あとこれから出るハーバーテールっていう横浜の、あのお舞台にした、iTunes さんってあのアニメスタジオの作品ですね。それをちょっと紹介するようなブースをやってます。この辺は割と紹介というか展示があるんですけど、ちょっと横に行くとすごいユニークなものがいくつかあって、これ発泡スチロールハウス、うん、結局中の住人は誰になったんですかね。しばらくあの箱だけあって中で活動している村民がいないっていう状態だったんですけど、あ、ダンス演劇アーカイブっていうことになってます。なんかちょっと展示のスペースになっているんですかね。なかなか、うん、SF みたいな感じこれは別に、あ、照明なんだけど今消えてる。そうですね、今日消えてますが光ってる時もあったりしてすごい綺麗です。壊さないように気をつけて。そのすぐ横が、イカムワークス、あの床屋さんですね。お店になりますってあるんですけど、これがそのまま高円寺で展開されるんですかね。面白そう。本当にこの村の中ですごい 村らしいというか1000円でカットしてくれるらしいんですが、
その今までカットしたお客さんの絵をここにどんどん作品として積み重ねていったりとか、あとその写真も実際貼っていたりとか、この前ここで結婚式があった時の写真ですね。これはこの新郎新婦さんのかな、あのヘアスタイルをここの美容師さんが担当されてっていうやつですね。ちょうどなので、あの切ってる時に来るとやってる様子が見られるっていう。このでもいつ切ってるかは分からないんでしょ。ですね、あの営業日はあの表のカードに書いてあるんですけど、まあ、その時にお客さんが来てれば、はい、これはことぶき案内所って言って、あの、はい、ことぶき所ですね、石川町の方の あそこで、はい、あの活動してる、はい、方たち あの展示スペースになってますね。ことぶき町で活動している活動を紹介しているんですか。ですね、ことぶきに来てくださいっていう案内状になってるんで、まあ、君の戸村からは離れるんですけど、その中でいろんなアートプロジェクトが動いてるので、こういう公園再整備プロジェクトとかホステルだったりとか、あのアートを部屋の中に入れてそこに宿泊できるっていうものですとか、そういう紹介ですね。なんか富士山みたいですけど、こう近寄ると T シャツなんですね。T シャツですね。部屋ってな、港村の部屋ってな、土屋空間の展示ってなってますけど、まあ、こんなところで、を再現したような形なんですかね。再現して、はいはいはい。でここが、テレビ局。テレビ局、あ、テレビもあるの。最後のテレビ、アンテナすごいのが立ってますが、最初はこんなのなかったけど、どんどん大きくなって、アンテナがいっぱい立ってますけど。でもなんか受信のアンテナみたいだけど、配信してるんですか。そうです、あのアナログテレビを配信されていて、この中だったらアナログテレビ持っていれば受信できるっていうテレビ局で。なるほど。はい、こっちは靴屋さん。普通 あのアーカイブなんですよね。あのすごい有名な方のコレクションを、はい、アーカイブ3000個の。これはその、この、ワイナイさんが作った、ワイナイ京子さんが作りになった、高田喫茶さんっていう方の、 あの今までのコレクション、ね、あ、コレクション、コレクションなんですね。シューデザイナーってなってる。シューデザイナーです、ね、高田喫茶さんのデザインをしたやって、デザインで和久井さんのコレクション、ワイナイさんがそれを、あの、はい、ここでアーカイブして、それに囲まれて働くっていう、はいはいはい、こちらはこちらが作業所になってます。あ、これ普通の作業所なんだ。もう日々あのこの中で制作してっていうこともやってるので、はい、これはなんか普段バンカーとにあるリムジン屋台がこっちに移動してきて、あの海辺にあったやつがこっちに、ここでたまにあのなんかあの抽選やってたりとかして、いろいろ人が集まってたりします、ね、ここはすっかりなんか はけちゃいましたね。今まで展示とかやってたけど、もう終わっちゃった感じ。ちょうど合間なんですかね。今日まで北川圭介展ということなので、多分金曜日からの準備に入ってるところですね。ちょうどそこがバーになってたりして、あ、してたんですね。店じまい中。こちらは、ここがアーキエイドといって、あの震災関連 の建築家の方たちの取り組みを展示にしているところですね。すごいこの大きいの分かりますけど、この土台っていうか周りの建物自体建てるのに結構時間かけてらして、はい、村の中でもかなり大きい、ね、そうですね。これはここ写真とかがこう並んでる、
今ちょうどその横浜を撮る撮る撮るっていう写真展が一番メインのプログラムというか、まあ、鳥のプログラムが始まったので、うん、それの金のですかね、あちこちに。これはでも別の写真、ね、不動産屋さん、芸術不動産って看板になってますけど、さっき、今日なんかやってますね、邪魔にしちゃう。でここが、ダガネ。これも突如現れたので私もよく分かってないんですが、うん、ああそう、中に入るとちょっと子どもの図書館みたいなスペースになってるんですね。ああ写真どんな方に来ますかね。これは横浜を撮るっていうことでいろんな、そうですね、これ横浜の風景。全部横浜ですね。ですね。中華街とか山手の方、元町の方ですね。今なんか作業されてたこの芸術不動産のところは、うん、さっき共同参道の来ていただいたウトクビルさんとか、うん、そういう共同アトリエが入ってるところ。いやそれをサポートしている側の、ACY アートコミッションさん の、 そういう、まあ、建物を活用していくような取り組みの紹介ですかね。なので館内外オープンの紹介なんかもされてます、ね、あこれこっち側から入っていくと中の展示が、はい、見られるように。あそこは地図になってるんですね。ですね。あ中に覗かないと分かんないね。ああ、という。詳しくはこう来てもね、実際見てもらいましょう。あとはここが C ゾーンへの入り口になってます。これも今までなかったものですので、最近始まった。拡張される網膜っていう風に書いてある。まだいけるかな。あ、電波が。電波が。そろそろ。行けるところまで行ってみましょうか。今、そっか、ワイマックスじゃなくて、ここのネットワーク。あ、なんだ。いや、ワイマックスにしてると思うんですけど。あ、そうなの。持ってくればいい。じゃあワイマックス。じゃ戻りましょう。この裏は何かあるの？この裏は事務所ですね。あ、事務所なの、はい、なんかちょっと壁が割れてるんじゃないんですけど、なんか隙間が随分わざとつけてあるんですね、これね。そうですね。最初の頃はただ開いてる、穴が開いてる感じだったけど、だからもっと見え見えだったんですけど、うん、ちゃんと同じ形の木材があるんだけど隙間は埋まってないっていう感じですね、はい、じゃあ一旦ちょっと戻ってきて、ちょっとね YMAX をもらってきちゃう。はいはい、これです。これないとね、できるようになった。お金持ってきた。行きましょう。でちょうど今ちょっと軽く展示みたいに並べてありますね、うん、お肉の写真、お肉の写真になってますけど、なんかで地道なのかな。じゃあ C ゾーンに、 C ゾーンへ行きたいと思います。この隙間を通っていくのかな、はい、なぜかここだけこういうふうに狭くなってるんですけど、ね、っていう矢印通りに進んでいきます。今日やってたイベント1、今日
この3つですかね。スーパースクール、あ、これもまだやってるのかな。朝日アートフェスティバルの、トークイベントと、スーパースクール、あの、まあ、講座とか学校みたいなことがあのここでいつも定期的に開催されてるんですけど、それの、パブトークと、あと英語のアートの英語教室、それから造形基礎っていうのがまだ開催中ですね。トークイベントはもう一個奥なんですけど、ここ手前の C ゾーンが動物園と劇場とギャラリーがあるっていうスペースになってますね。キリンとかシマウマとかペンギン、サイ、ゾウがあります。これちょっと、入ってもらうと入る、実はこれ映像で見るとね、大きさが分かんない、かなりでかいんですよ。でかいです。こんなにでかいです。結構ここ最初からちゃんとできてて、割と何でしょう、目を引くというか人気のスペースというか、そこがあれですね、横浜プレビューって言って、あのメインの写真展の会場ですかね。でその村の中で動物園があったりギャラリーがあったりということで、展示はあちこちでやってたりしますけど、そこ新港村ギャラリーっていう名前で、今やってるのが横浜プレビューっていう写真展、ほら森秀夫さんとか著名な写真家の方の作品が見れるんで、見れます、はい、ということで、どんな写真かは見ていただきてもらう。そこのあの像の上は自由に寝そべってくださいっていうものです。この綺麗がなあのくたってなってるように見えます。これ上から見るとこれがこれは何？雑巾で作った羊かな？色キリンと、これが象さんです。真ん中が象さん。象と、うん、これがこれ顔でから見てキリンですよね。よく昼間は人が座ってたりします。とりあえずじゃあ、あの、モデルとしてダバーッとこうこんな感じで。なんか雑巾を募集してるって書いてある。雑巾を募集している。おお、どうですか寝心地は。うわ、寝ちゃいそう。昼間本当に寝てる人とかいるんじゃないかっていう感じ。象の方がでかくて気持ちよさそうですけど、ね、昼寝に来てもいいかも、ね、ちょうど日差しも入るとこなんで、はい、手作り雑巾大募集、あなたの雑巾が作品に、あ、だんだんとでかくなってくるんだ、雑巾を持ってきてもらえるとなのかな、ね、これもどんどん変わってるのかな、そうするとだんだんと膨らんでるのかもしれないですね。言われてみるとなんか分厚くなってる気がしないでもないですここもギャラリーで、こっちがもう一つギャラリーで、ここも入れ替わり立ち替わり展示をしてるところです、ね、これ今は、半イシューさんですね。半イシューさんのこれもなんかパッチワークみたいな作品です、ね、キュートだとパッチワーク、隣が新港村ホールっていう劇場っていう位置づけの、はいですね、この中で演劇やったりコンサートやったりとか、はい、リハーサルをしていますがご自由にご観覧ください。練習風景を見れるんですね。よくここ来るとそういう風景が見れたりしますね。
すごい和感で綺麗な建物になってて、ここでもトークイベントやったりとかされてます。なんかトークショーしてこれもうできたのかな、あの建築コンペで審査通った、ちょっと正面が消えちゃってるんで、はい、しばらく建設中でもうほとんど出来上がってるみたいですけど、その先のこれは何でしょう。これもパネルが立ってるだけ。これも建築コンペであの作られたもので、ここにモデルがありますけど、これはあのさっきの、ウトクビルの近くの馬車道に事務所を持ってるミヤさんっていう建築家さんの作品で、なんかそういうくっつきすぎず離れすぎずみたいなことをテーマにされてるってこの前お聞きしたんですけど、この壁が完全に閉じてないけど全く見えすいてるってわけでもないみたいな、ちょっとプライベートであってちょっと開けてる空間っていうのがテーマみたいな話ですね。これはじゃあのこれも建築の作品の一部ですね。どの建築も基本的に前にそのモデルを置いているっていう感じですね。オープンなんだけどこういう隠れた小部屋とかがあるんですね。まあ、完全に一人にはなりたくないんだけどちょっと一人にっていう時で、今日朝日アートフェスティバルのトークイベントはですね、結構人いらしてます。ここが一応カフェスペースってことで、奥の喋ってる奥があのカウンターバーになってますけど、ちょっとネットワークが不安定なので、カクカクしてるかもしれませんが、左手前がショップですね。ショップ本ちょっとここまで行くとあの多分みんなあの進行不当の本当に先っぽの方なので、ちょっとワイマックスの電波がかなり怪しい感じになってきますけど、奥にロイヤルウィング見えます。あるかな、窓の外ですよね。よく見えるんですね。これはで皆さん出てるもありますし、あの本当バンカートのショップが移動してきたっていう感じで、うん、はい、これもなんかコンペから作った感じ、この建物自体も建物自体、ならない程度一回も戻りましょうか。ここも販売しているものもだいぶ増えて、ほとんどがでも今までここで展示やられたりとかイベントやったりした方の関連が多いですね。上にね、すごいです。なんかパネルとが2枚重なってるんですかね。それ上から。建築コンペとしてはなかなかね、こういうあの実物大のものを建てられるっていうのはなかなかないですからね。それがもうこの村の中にあちこち何個もっていうので、本当期間中しかないのがもったいないですけど、なんか
稽古はちょっと能みたいな感じの。気がつかなかったけど、これって下がちゃんと足なんだね。はいはい。羊の足。ね。なんか、ちゃんと体が完成形じゃないようで、割と、これは尻尾がないぐらいですかね。うん、よーく見てみると、これ、胴体がエアコンなんですね。さて、ここは B ゾーン。B ゾーンに戻ってきます。戻ってきました。普段あの7時までがあの村の開村時間というかなんですけど、よくこうやって夜もトークイベントやってたりするとまだ入れたりして、そういう時にあの入れ替え、展示の入れ替えやってたりとか作業してるのが見れたりするのも結構面白いですね。そうですね、普段見えない。有料イベントだともうあのチケット持ってる人以外締め出されちゃうんで、なかなか見れないです。戻ってまいりました。はい、お疲れ様です。時差が。じゃあ。では、戻ってきたので、ロッキーさんがアップから終了。